日曜日なのに、今だな。テレビでも見るか。さあ、ついに始まります。お、将棋の中継かな。第七十二期、マルバツゲーム王将戦。 生中継しょうもね。タイトル防衛側はジャクソン五感です。これまでの勝率は驚異の8。3%高すぎ終わろた。マルバツゲームってお互い強かったね。ひよけになるゲームだろ。どうやって83%だった。ジャクソン五感は100手先を読む天才です。100点もねえわ。数手で終わるわ。対するは羽川九段。昨年は14章24敗と成績を落としましたが、今年は ai で研究を重ね。ここまで8分の勢いです。ai 使うまでもねえよ。マルバツゲームごとき5分勉強したら最強になるわ。今回タイトル戦ですので、お互い持ち、時間は8時間となります。嘆いよ。3分で終わるわ。そして16。 すべて生中継します視聴率クソだろ誰も見ねえだろ丸バツゲーム16時間先手は羽川九段ですではお願いいたしますよろしくお願いします3勝3敗で迎えた第7戦目ここで勝った方がタイトルの王将獲得となります解説の風間さんまずは初手注目ですねそうですね今までの丸バツゲーム界では初手は真ん中が定石とされてきましたですが最近のトレンドは初手左下羽川九段は得意としている初手左下からのハネハネシステムで来ると予想しますなんやねん羽羽システム あーっと初手右下ー左下じゃないどっちも変わんねえわこれにはジャクソン五感も動揺しております動揺しすぎだわそのメンタルでよく五感取れたなおっと、ここでバナナを取り出しましたおやつタイムですね早いよまだ開始30秒だぞ 1>, !1 ミリも疲れてねえだろおっと、ジャクソン五感は竹の子の里最近キノコアから竹の子はに寝返り Twitter で炎上していました !Twitter 怖すぎ笑ったジャクソン五感、ここで流れを変えたいですね ここは真ん中低めです手堅いってですねいや羽川九段99%有利になってるぞさあ次は守り一択でしょうおっとジャクソンここで攻め合いに持ち込んだいや守れやこれが陣地を超えた才能かいやただのアホだわおめえも過去よになるなもうおめえの勝ちだよさあ羽川九段、うん、勝ちの一手を放てるか 3>,、うん、3時間の大長考ですいや,長,いよ早決めろや長すぎてこ時間目3時間読み終わったわ まずは守ったいや勝てやお前3時間何考えとった <laughs> さあここで右上いやジャクソン五冠守りながら攻める絶妙者を放ちましたこれには羽川九段頭を抱えています今の一手で羽川九段の勝ちは消えましたからねはぁ、あ、なんだこれは唐突な会じゃやめろこの一手どういう意図がミスですね痛すぎるミスが出ましたジャクソン五冠<笑>,笑顔が溢れています <laughs> 価値格の煽りですね。これは丸バツプロ騎士としてやってはいけませんね。しかし、羽川九段、時で言いません。奇跡の大逆転を信じて、思考を巡らしています。もう奇跡ねえよ。どう挙いたも負けだよ。それにしても、すごい睨みですね。羽川九段は、深い集中に入ると、鋭い目つきになります。丸バツゲーム界では、多くの騎士から、羽川睨みと恐れられています。 おっとマルトバツをかき間違えたなんでかき間違えんだ羽川睨みにひるんだか今まで何人もの騎士がこの睨みにビビり、マルトバツをかき間違えてきました。先月の予選では羽川睨みにひるみ、投了した騎士までいました。ビビりすぎだわどんだけ怖えんだ、羽川睨み。最後は丸を書いて、試合終了です羽川九段の逆転勝利王将の座は羽川九段になりますそれでは、インタビューに移ります。羽川九段、対局を終えた、率直な感想をお願いします。そうですね、あの、 とてもあの凝固でしたはい藤井さんの真似すんなお前一応羽生さん側だろジャクソン五感は今のお気持ちいかがでしょうか羽川九段おやつタイムにバナナ食べてましたよねえはいバナナおやつに入りますか小学生の遠足かしょうもねえ質問すんなバナナおやつに入らなければ羽川九段の反則負けですよねんなことで反則なるか厳正なる審議の結果バナナおやつに入りません よって、花川九段、おやつにバナナを食べたとして、反則負けとなります。厳しい世界。と、ということで、勝敗は1点ジャクソン五冠の逆転勝利となりますタイトル防衛、おめでとうございますさすがは令和の怪物、ジャクソンですね来週の丸抜竜王戦は、防衛側、ジャクソン五冠、挑戦者、ヒイラギ若菜九段の戦いとなります。よし、タイトル制覇頑張ろう